分かってる。このままアキザリアさん海岸から峡谷へ入って降り石地を目指す。ヨーソロー、基地に着いたら頂上からドライブを出して、マイルーン本拠地である移動惑星に行くときに。だろ、後続の反対の追跡は忘れない。大丈夫大丈夫、俺を信じろって。不安だ。の戦い方どこかで、対空砲の無力化を確認。超高速ドライブ起動。すげえ、何でもできるんだな、ビオは。ルーキスはいわば現実を書き換える装置なの。火器としての利用は一側面でしかないわ。ご苦労ご苦労、声でけえ。その光に入れば目的地へ行けるわ。ではこのまま家族進路に入る。諸君らも送るな。了解。気持ち悪いから真似しないでちょ。この子、俺のことが嫌いなのかな。正体不明の敵の攻撃を受けている。なんという速さだ。機関が襲われてる。畜生、やらせるか。はい、リース。フィオの双子の姉が、自我を守ってる。あんこの無罪。
私は一人で何でもする。殺してあげる。クソ、逃がすか。待ちなさい、今は艦隊の護衛。何言ってんだ。リオはエストを取り返しに来たんだろ。今捕まえればそれで終わりじゃないか。ちょっと前を見て。うわっ、早く艦隊に追いつかないと取り返しがつかないことになる。ああもう分かってるよ。データベースがパイルーンの新型。また新型かよ。ミオデータベースって古いんじゃないですか。そうです。姉さんたちが復活が先ほど脱走したから全ての情報を持っているわけではない。てっきり何でも知ってるのかと思ってたぜ。それなりに知ってるわ。あなたも恥ずかしい気がして。なもん、今はそれどころじゃないだろう。デルナイバーアッシュ、彼らの体は、そう、今楽にしてやるから。遅い。これは人類存亡をかけた戦いなのだ。のんきに遅れてやってきて一体何をしていたのかね。リオがエストを助けたいって言ってるか。ちょっと黙りなさい。ええ、理解しているわ。帝都君、ごめんなさい。君のことは信用している。隣の未熟者によく言い聞かせたまえ。了解。怒られたのってなんか久しぶりだ。何よ、他人事みたいに。来たよ、グラートさん。なんだこいつら、地球軍じゃないか。ヘイトくん、この信号、機関リタアクシスだと。それでは彼ら、他の決戦艦隊だというのか。なんだって。でも、グラートさんは。何をしているの、迎撃する。くそ、うまく脱出してくれよ。準備して、基地艦から高エネルギー反応、手法を作る。ちゃんと見えてるぜ。この艦隊がルーキスを作り出したまがいもない。
よ。これはあなたの大事な私たちのパパの叫びが決戦開花の最後を勝ったのはファイルーン、他ならぬ地球人自身。君は一体何を言っている、説明しろ。うるさいこのメガネハゲ。ブーンゲではない、これ遊っているのだ。でもそんなこと言っちゃダメだってパパから教わらなかったのか。いいか、もう一度言ってくる。貴様に1週間看板清掃をさせてやる。もう言っちまったぜ。でかいな。さすがのあなたには切る気にならないでしょ。そんなやつがいるなら見てみたいね。そう、放置すると人間に失敗を引き東大くらいに黙らせてとどめは我が官に任せたまえ。ドハツテンキャノン撃ち抜け。あの時もそうだ、同じ連合軍の手にビタアクシスが落とされた。あのアイドンが火は知らないよ。当時電柱は実戦艦隊を送り込む伝わらず、極秘裏に大量の交渉を続けていた。そして戦線協定が結ばれ、協議会はファイルーンが望むものを差し出す代わりに張り込みの安寧を終え、ファイルーンが望む大量は人生しちゃった大正解。果たして地球を守るために使わされた勇者たちが一転、ファイルーンに向かされるクロスへと変わります。僕たち同じようにね。それで仲間割れをしたってのか。かっけ、あの時もそうだ、同じ連合軍の手によってビタアクシスは落とされた。あのアイドーンが火を知らないよ。競技会の練習は実戦艦隊を送り込む傍らで、ドッキリにファイルーンが交渉を続けた。そして戦線協定が結ばれ、競技会はファイルーンが望むものを差し出す代わりに仮攻めの案内を得、ファイルーンが望む大量の人体施策大正解。果たして地球を守るために使わされた勇者たちが一転、ハイルーンに捧げるクモスへと変わります。同じようにね。それで仲間割れを失ってるのか。勝手に
人と手を振り合うことなんて最後までないんだ。お前たちも競技会に挑まれているのに、この戦いの先に幸せな未来なんてありはしないのよ。だから私がこのルーツの力で全100回ぶち壊してあげる。死ねー、ベスト慣れ慣れしいぞ。お前私の可愛い男は放り出して一緒に何もかも壊しましょう。やめろよ放り出すとか、本当にやれかねないだろ。それでも攻撃相手は変えない。いや変えるよ。奴らは自らを置き換えたのにいた命をどう扱っていいかもわからない。人間の方がよほど怖いわ。そうですか。そんなこと私たち、もう違っちゃったんだ。まるでアーサンさん、ヒヨミの愚かな仲間たち。私には何もない。パパフィオモ、私は迷うな。フィオ、俺たちの目的は変わるわけじゃない。あの場所には私たち…エッサン…パパ…私は…いいさ、行こう。エストを連れ戻すんだ。全艦、これより移動惑星内部に突入する。ここからが正念場だ。ガッツだ。ガッツで行くぞ。